皆さんこんこにちは大です今日は、えー、卒業生の、ね、シーラっていう、まあ、アクティングコーチですねあの日本の誇る <laughs> えっとあって話をね、えー、したんですけどアクティングコーチっていうのは、まあ、あの文字通り役者さんにコーチングをする人で役者さんってなかなか 大変なんだよねあの、まあ、それこそほらオーディションにね、えー、受かる受かんないみたいなところでのプレッシャーもあるしあと実際に役もらえてもねやっぱりその役作りでも悩むこといっぱいある自分と全然違う人間をこう演じていくわけだからでだしそこでねやっぱりその自分の苦手なタイプのキャラクターとかねそれからあとやっぱり自分がなかなかこの普段使わないような感情を使っていくみたいなことをやるとその辛さ大変さがあったりね場合によってはなんか。 もらっちゃうというかその役にすごく影響を受けちゃったりとかしておかしくなっちゃうような人もいたりするまあそういうのをねあのもろもろサポートできる専門技術を持ったあのコーチでで実はね昔からのビデオファンの人はね僕とあのシイラのね対談の、えー、ビデオなんかも見たことあると思うけどまあ非常に面白い <laughs> でまあ彼女とねまた、えー なんかコーチカウンセラー向けのねトレーニングを一緒にやれたらいいななんて話をしてて、まあ、いろいろ話してたんだけどねその中で、あのー、なんかの役を演じる時に感情から作ろうとしたらダメなんだっていうわけ、まあ、それはなかなか大変だしてでじゃあその代わりにどうしたらいいかっていうとそれこそアクティングだからねその行動するんだと。でそのやっぱりえー 自分がね知ってる具体的な行動っていうのをしていくとねで体の動きもそうだしそれからセルフしゃべるのもそうその喋り方もそうでそこにやっぱり入り込んでいくっていうことをすると自然に感情っていうのが出てくるとだからあのなんかね例えば何か悲しいっていうのをねあの悲しみをなんか悲しみを思い出して悲しんで泣こうとかじゃなくてやっぱりその悲しい時にねその悲しさを体験してる体っていうのをね まあ、あの表現ししてていいくとか動か動で、そういう喋り方をしてみるとかね。っていうことが大切なんだ。感情は後からついてくる行動にね。まあそういう話なんだけど。いや、ほんとそうだなと思って。で、僕もね、何、えー、て言うのかな。 ポジションチェンジとかをするときにね、相手側のポジションに入ってもらうときに、やっぱりね、相手が取ってる行動、言ってること、やってることとかをなるべくその通りに真似してもらおうとするんだよね。で、そうすると自然とその人の感情みたいなものとか、心の動きっていうのが出てくるわけ。で、でそうするとね、すごくリアルにね、ああのその人の。 気持ちを感じららられれたりとかそれかかそそそこからその言葉が続いていててくってことがあるまあもちろんさなんかポジションチェンジの常等手段で「はいじゃあね奥さんの立場からあなたが言ってること聞いて」みたいなことでもいいんですけど、まあ、奥さんがその時取ってる姿勢をとってもらうとか奥さんがその時言ってること言ってもらうってやるとやっぱりグッとね、あのー、やっぱその気持ちに入っていきやすいしその流れで言葉を発したりとかねしやすい。 であとは実際にねその、まあ、ポジションチェンジした相手とね日常の中で出会う例えば奥さんなら奥さんと出会って奥さんが何か言ってる時もね自分がねその動きとかねこう喋、えー、り方とか動きをしたことがあるとねああこういう気持ちなのかなとかもしかしたらこうなのかなってねその、相手の体が訴えてることとかやってることその奥にある感情っていうのがねだんだん分かるようになってくるんだよね。 だからそういう意味ではねそのポジションチェンジにおいてねあもう、えー、役者さんたちがやってるようにねああの相手のやっぱり動きから入っていくっていうのがねとてもとてもいろいろいい効果があるんじゃないかなとかね、まあ、他にも非常に面白い話がいっぱいできたので、まあ、そういうのを生かしてね何か、えー、コーチカウンセラーのための、ねえー、演技トレーニングまあ演技トレーニングから、えー 学ぶ、ね、何かそのコーチカウンセラーとしてのねトレーニング法というのをね一緒にまたやってみようなんて思いました今日はここまで是非ねあの相手になりきって行動してみるということをまあ自分もやってみてそしてクライアントともやってみてくださいそれではまたバイバイ